次もこれ自民党の話なんですけど、はい、自民ベテラン、73歳定年制廃止をと、はい、こういうこと言ってるんですけど、はい、自民党の江藤誠志郎元衆院副議長、うん、平沢勝栄広報本部長ら70歳以上のベテラン議員有志は12日またですよ、はい、二階俊博幹事長、はい、下村博文選対委員長と党本部で面会し、党が内規で定める、衆院比例代表候補の73歳定年制の廃止を申し入れた、うん、江藤氏によると二階氏は分かった速やかに処理すべきだと応じたという。で、江藤氏はですね、トランプ米大統領など70歳以上の政治家が世界で活躍していることに触れたと言うんですけども、うん、はい、いや、あなたたちそんな活躍してるんですかとトランプ氏以上の活躍してるんですか、ね、ということですよね、はい、というか多分大抵の70歳以上の方って活躍してないと思うんですよ、うん、はいはいはい、それでなんか認めてくれっていうのはおかしな話だと思いますけどね、うん、僕はね、定年制はなくした方がいいと思ってるね。あの、人生100年時代とか120年だから、うん、結局年齢で差別しちゃいけないと思ってるんですよ、うん、ただ政治家はある程度年取ったらやめてもらわないと、うん、いけないなと思ってるのは、何かって言ったらその利権構造が強すぎるんだよ ね、うん、日本の政治家は特に、うん、やっぱ看板も引いて、はい、で、地盤もらって、うん、そしたら、まあ、選挙システム自体もらうわけじゃない。で、今度金をさ、そのまま相続税なしでもらえちゃうのね、うん、政治家だけだよ。自営業は中小企業やってたら、はい、会社の価値が3億だとか4億だとか10億だとかあるんだけど、うん、相続税取られるのね、うん、でも政治家はね、取られないのね。だからそこで金取られちゃうと、そう、会社の成長が阻害されるなんてことにもなりますからね。そう中小企業でバカッとこの息子に、うん、お金、その中企業使わせましたってなんかバカ息子みたいな、そうそのままやると相続で取られるんだけど、うん、政治家は資金団体があって、うん、そこから、まあ、例えば小泉純一郎から進次郎にやった時も、うん、5000万かなんか移してるのね、うん、進次郎がデビューする時に、うん、非課税ですよ。あ、絶対おかしいよね、それハンデだから、うん、やっぱそこでさ、他のね、あの時も進次郎と対抗馬の政治家いたんだけど、うん、あれも全然勝てないよね、予告名さんか、うん、いやー、はい、だから政治家だけそういうとこ優遇されてるくせに、うん、はい、やっぱ法律作るのは彼らだから、はい、それやっぱ国民の側がしっかり糾弾していかないと、これはそう、糾弾しなきゃいけないし、このルールはちょっとやっぱ中小企業とかと比べて、うん、やっぱ今の利権自体がすごくあれだから、まあ確かに予告名が勝てるとは思わなかったけども予告名の選挙を応援してたやつが、うん、進次郎が喋ってんの見てやっぱ球が違うって予告名応援してたやつだよそれが進次郎と、まあ、ぶつかるじゃない、喋、うん、ってんの、いや、ちょっとこれ球が違うわって、やっぱ言い方がうまいですからね。うまい、別になんか内容を喋ってるわけじゃなくて、はい、雰囲気で、はい、やっぱこう聴衆を熱狂させるプロというか、だから今はほらポエム進次郎とか言われてるけれども、はい、当時はそこまでバレてなかったから、うん、やっぱデビューしたしかもそれってポエムっていう、うん、知ってるのは、はい、多分ネットの人たち一部だけで、確かにね、今でも通用するよね、うん、やっぱおじさんおばさんとかの前で、うん、街頭演説したら、うん、もう全然人気だと思います。圧倒的、そうなんですよ。そういうことなんですよね、はいはい、だからこれ定年制っていうのは年齢で区切るっていう案もあるし、うん、はい、例えば何期やったら辞めるとかいうのもいいかもしれないですね、うん、あ、そう、うん、だから何年やったらとか税金で食ってんだから、うん、それはちょっと特権階級にしちゃいかんよっていうふうには僕はすべきだと思うし、うん、まあただ国民のためにこう優秀だったらずっと働いてほしいっていう思いも僕はあるから、うん、ちょっとそこは難しいな。ただその税金とかそこは同じに、うん、せめて同じにしろよと、うん、じゃないと別の人が選挙で立った時にやっぱ最初から親の名前もあって、そして選挙システムがあって、うん、で金もあるって言ったらもはやちょっとね、そうですね、うん、おかしいよね。だからそこでもう利権化というか、うん、もう権力がもうずっともう継承されてしまうという状態になってしまう。そう、いや本当に、うん、そうだから、まあ正直ね、河野太郎さんも今活躍してるし、うん、すごいなと思うけれども、でも傭兵がいたからであって、うん、ゼロから叩き上げで、そうですね、いけたかって言ったらまた別の話だと思う、うん、
あの家系だからいけたっていう、うん、だって安倍総理からして、まあ、世襲っちゃ世襲だからね。そう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 、みんないや本当上級国民なんですよ、うん、本当にそこはそうですね、はい。まあ、政治の世界でいうとこれも問題ですね、はい、河井案里克行夫妻が自民党に離党届提出したと、はい、これ TBS が報じていまして、はい、河井案里参院議員の去年の選挙をめぐっては、はいはい、ウグイス嬢14人に法定上限を超える報酬を支払った罪で、はい、公設秘書の、立道博士被告が16日有罪判決が言い渡されています、はいはい、こうした中河井夫妻が自民党に離党届を提出していたことが分かりました、はい、この選挙をめぐって検察当局は河井夫妻が票の取りまとめを依頼するなどの趣旨で地元の議員らに現金を配った疑いで捜査を続けています、うん、関係者によりますとおよそ100人に合わせて2000万円を超える現金を配った疑いがあり、はい、検察当局の事情聴取に議員らの大半が現金を受け取ったことを認めているということです、はいはい、これもちょっと苦労だなと。そうですね、うん、これ不思議なのが、うん、まずその受け取った議員も受け取ったって言ってるじゃない、はい、ってことは常習的にそういうことあるっていうことで、そうでしょ。ただこのウグイス嬢とかに関しては、うん、はい、多分他の議員も相当これあると思います、うん、3万とか5万とかね、はい、払ってる。だから上限がちょっと低いんですね。あれそうそう、だから時代に合ってないわけでしょ、うん、しかもそんなウグイス嬢適性のある人ってそんないないじゃないですか。そう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 、でその中でどう見つけるんだっていう。そうで、そもそもウグイス嬢やる人っていうのは、うん、選挙の時引っ張りだこだから、うん、やっぱ勝てなきゃ意味ないから。そうですね、高くなるわけよ、うん、いい人はね。そうですね。であとそのウイスをやるってことは働いててもそこやめてウイス嬢やっちゃったら、うん、じゃあまた会社に戻りますねってできない人も多いわけじゃない。そうですね。だからウイス嬢専門でやるって言っても選挙ない時だってずっとあるわけだから、うん、3ヶ月ぐらい選挙ないよみたいな時もあるわけでしょ、うん、全国いろいろ行くかもしれないけども、うん、だからそういう意味ではやっぱり結構な金額もらわなきゃ、うん、ウグイス嬢なんかできない仕事、ね、そうですね。これ実際にやっぱそういうことを考えてる議員の人っているし、うん、はい、うん、多分実際に払ってる人いると思います。そう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 、はい、だから絶対に法律を、僕はもう前から言ってるけれども、公職選挙法っておかしいし、うん、なぜ政治家がいつも恣意的に上げられちゃうのにそれを変えないのかっていう。そうなんですよね。仕事しないだろう。そう、これ自体がまずおかしいんだから、うん、そう、そこ変えたらいいじゃんっていう。そうそう、だって法律変えるのが仕事なのに、うん、で自分たちの首絞められる法律でしょ、うん、なぜそこ変えないのっていう。そうですね、うん、いや当然その時代が進むごとに物価って変わっていくわけじゃないですか、うん、そうそうそう。で物価が変わってその賃金水準とか、うん、その適正な金額っていうのは変わっていくわけですし、まあ、それはだって産業構造だって変わるわけですから、うん、はい、それに合わせて法律、まあ、その上限金額とか柔軟にやっていかないといけないのに、うん、このなんか法律だけずっとあるから、うん、ダメですよね。何のための政治家なのか、これ誰得だって話じゃない、うん、官僚が得なのかね。官僚にとって都合悪いやつが出てきたときに、うん、あ、潰してやるみたいな。潰してやる。だから安倍政権に対しての河井さんをやることによって、うん、検察のね改革をさせないようにしてるんじゃないかとか、うん、っていう風な邪推をするしかなくなるというか、じゃあこれ誰得なのってこの話っていう風になっちゃう。河井さんだけが悪いわけじゃなくて他の人も同じようなことやってるわけです、はい、やってるでしょ。でも河井さんだけがやられちゃうっていう、うん、ただあれなんですよね、なんか不透明なものが多いんですよね、うん、で自民党から1億5000万なんかもらって、はいはいはい、その金どうしたんだとか、うん、どうだからそれがこの買収に使われたんじゃないかとか、はい、まあ、あの時は安倍さんに反対するやつがそこの候補だったから、うん、そいつ潰すために河井さんを立て込んで、うん、それで、まあ、いきなり勝てないから、うん、まあ、金も入れてやったけど、うん、入れすぎたっていうぐらい余ってたから、うん、潤沢な予算あったからバンバン配ったという、うん、ちょぶっ込みすぎて検察に目つけられて、うんうん、なのかその、まあ、対抗馬のリーかもしれないし、対抗馬の議員が情報を集めて検察の方に出しちゃったのかっていう、うん、いやだって政治家からしたら、うん、それ当選するかしないかってもう人生かかってるわけじゃないですか。そう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 、それで、うん、あもう安倍政権に潰されたと思ったら、うん、あの河井の野郎ぶっ潰してやるってなるのはなんかわからんではないですか。わからんでもないけど、うん、だからでもその人生かかってるからこそお互いにグレーゾーン使うわけじゃん、うん、アウトかな、うん、OK かなみたいな、あの速度違反ね、うん、60キロのところを70キロで走るか、80キロ、うん、でも80キロじゃないと勝てないなと思ったら80キロは走っちゃうわけでしょ、う
でもスピード違反かどうかってスピード違反なわけじゃない、うん、スピード違反ですね。でも切られない場合もあるわけじゃないっていう、うん、こんなことやってていいのかと思うじゃあバカなんじゃないっていうその、この公職選挙法自体がね、うんうん、もう選挙やっぱ法律自体を変えていかないとそう、うん、いけないんですけど、そうなぜかその辺にはもう腰が重いというか、なんでこれこういうちゃんとこの問題をちゃんと説明できないのかね、うん、テレビのコメンテーターが。テレビのコメンテーターもね、河合さんがお金配ってたようですと、うん、これはもう検察にやられるでしょみたいな感じじゃない、うん、いやいやもう法律で、うん、そもそもウイス上はみんな気づいてるわけじゃん、うん、でも他もそのお金マークとかね、うん、そういったこととかもどこまでが OK でどこまでがダメでっていうのは、いやそういうところに迫ったらテレビに呼ばれないんですよ、うん、いやこれは安倍が悪いっすねっていう人を多分求めてるんでしょうね。なるほど、うん、そういうことか。これやっぱもうあの安倍総理のこれももう、はい、党としての責任を取るべきですよみたいな、はい、なるほどね、ことに多分持ってきたいんだろうなと、うん、だから自民党だけね、うん、自民党というか安倍政権を潰したいがゆえにこういうことやってるとしか言えないけど、ね、これはでも、はい、与党野党関係なく、うん、これは問題意識としては持ってた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。いやもうあの前から我々番組始めた頃から、うん、公職選挙法がね、うん、結局ネットにも対応してないしとか、うん、いろんな話してきたじゃない、はい、なんで変えないのなんで変えないのってずっと言ってるよね。そうですね、うん、まあ、最近あの参政党というのを始めましたけど、はいはい、このやっぱ選挙法とか、うん、まあ、選挙の仕組み自体についてもしっかりこう言及していこうというか、はい、あの取り上げていこうというのは、はい、あの言ってるので、はい、やっぱあの渡瀬さんとか結構その辺なんかこう思いがあるみたいなので、はい、あ、なるほど。渡瀬さん自身、はいはい、あの昔あの自民党とか、まあ、結構いろんな党 の、はい、あの選挙スタッフとして、はいはいはい、あの地道にやっていた方なので、はいはいはい、その辺に対する思いがかなり強いので、はいはい、その辺は、ちょっと今後取り上げていきたいなと、はい、ぜひあの選挙プランナーの僕の友人の田村君を前1回、はい、あ、そうですね、はい、彼も詳しいですから、はいはい、ちょっといろいろ聞きたいなと、はいはい。